Okay, guys, welcome to My Hero Academia Season 4 and episode number 4. Yeah, for some reason, the episode 1 of the 4th season didn't show up. Yeah, I found out now, so I reacted to episodes 2 and 3, and I'm gonna react to episode number 4. But what I've seen then the first episode was like some recap, or like it wasn't any big deal, so I'm just gonna skip it and continue watching. Okay, if you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And ikimashou. Oh. パトロールくらい職場体験でもやってるよね。ヴィラン連合の襲撃がトラウマ？いえ、諸事情あって基本活動未経験なので。へえ、変わってんね。俺たちはパトロール。昨日教えるよ。ついておいでよ。にしてもオールマイト、なぜ僕に何も言ってくれなかったんだろう。やはりワン・フォー・オールはミリオに継がせるべきだった。Like to not hurt your feelings, maybe?I guess. ナイトとナイトアイ、二人の間に一体何が？デクです。デク、デク？いいのそれ？いいんです。俺はルミリオン。すべてとまではいかないが、100万。オールではなくミリオンを救う人間になれるようにルミリオンと命名した。コスチュームをまとって街に出れば、俺たちはヒーローだ。油断はするなよデク君。はい、ルミリオン。Oh, this is a girl from the opening, right? ごめんね。痛かったよね。立てない？大丈夫？震えてる。Oh, no. ヒーローに迷惑かけちゃう。くれぐれも向こうにたどられぬよ。What happened? I thought that Night Eye with Bubble Girl were supposed to be watching the target, but I guess they aren't. そうだろう。僕の長いインターン活動が始まった。トゥトゥルトゥ。Yeah, this girl right here. うちの娘がすみませんね、ヒーロー。Daughter. 遊び盛りで怪我が多いんですよ。困ったものです。ナイトアイが追っている男。またフードとマスク外れちゃってるぜ。サイズ調整ミスってんじゃないのか。こっちこそすみません、ぶつかっちゃって。そうか、表情嘘だろって気持ちが顔に出てた。怪しまれればナイトアイの仕事に支障が出る。その素敵なマスクは八斎会の方ですね。ここらじゃ有名ですよね。お二人とも初めて見るヒーローだ。そうです、まだ新人なんで緊張しちゃって。さ、立てよ相棒、まだ見ぬ未来に向かおうぜ。明らかに警戒してるな。サーの名前は出せない。どこの事務所所属なんです？学生ですよ。昼までにこの区画を回らないといかんので、行くよ。あ、はい。He's not just gonna let her go now. He's not letting her. あの、娘さん怯えてますけど。叱りつけた後なので。余計な勘繰りはよせ。いや、でもこの子が僕を掴んで離さない。遊び盛りって感じの包帯じゃないですよね。よく転ぶんですよ。普通じゃないと思うんですけど。人の家庭に自分の普通を押し付けないでくださいよ。性格は様々だよね。やめろ。違う、その方が怪しまれる。不自然だ。ヒーローが怯えた子供をやり過ごすわけがない。 That is true. コスチュームをまとって街に出れば、俺たちはヒーローだ。 He's not letting her go. 何してるんですか。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか。 Hell no. Hell no.
実は最近エリについて悩んでいます。 Okay, so her name is Eri. 反抗ばかりで虐待、難解ですよ子供は。自分が何者かになる、なれると本気で思ってる。なんだ、もうダダは済んだのか。あの、エリちゃん、いつもこうなんです。すみません、悩みまで聞いてもらって。ではお仕事頑張って。待って、 Was it like if you don't come here I'm gonna kill them? なんで、like a warning to her? 気づかなかったかい。殺意を見せつけてあの子を釣り寄せた。 Yeah. 深追いすれば余計に捉えづらくなる。サーの指示を仰ごう。 Damn. まだ少なくて、いい、住んでますわ。 Did I even watch this? Wait. It seems that I dropped the season 4 after the episode 3.Wait, so I've seen only season 1, season 2, and season 3? That's not possible, right? I thought that I've seen the season 4. Yeah, I've only seen the movie, My Hero Academia Two Heroes, My Hero Academia season 3, and yeah, only the first two episodes of season 4, and then I dropped it for some unknown reason. Damn. Okay. Mark から1週間半。And I was like, how don't I know this girl, like, her name or anything? I had a feeling that I've seen her somewhere, but that was only in the opening. What is wrong with his face? いや、これは私の失態。事前にお前たちを見ていれば防げた。とりあえず無事でよかったよ。下手に動いてしまったら危なかったか。 Yeah, that's true. He can use his quirk. 先日強盗団が逃走中、人を巻き込むトラック事故を起こした。巻き込まれたのは千崎ら八歳会。強盗団の連中は激痛を感じ気を失ったが、なぜか傷一つなくどころか、持病のリウマチや虫歯など一切きれいに治っていたそうだ。千崎の個性だと思われるが、結果的に怪我人ゼロのヴィラン逮捕となったため、特に罪には問われなかった。でも奪われたお金だけは綺麗に燃えてなくなっちゃったんだって。 Yeah, he said that he needs some money, right? So he fake burned them. 新しい情報を得ましたよね。千崎には娘がいます。千崎 has a daughter, Eri. エリちゃんと呼ばれてました。手足に包帯を巻かれて、何もわからないけど助けを求めてた。 And she has a horn. 何か保護してあげられていたら。傲慢な考えをするんじゃない。ことをせいては子孫じる。焦って追えばますます逃げられる。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。現在こちらも他事務所とのチームアップを要請中だ。今日のところは二人とも事務所へ戻っていろ。バブル、行くぞ。はい。こうして僕のインターン初日は終わった。大きなしこりを残して。Not being able to save that girl. わがままはもうよせよ。お前は計画の核なんだ。Oh, so she's some kind of like experiment? I thought that he beat her, but it looks like. オーバーホール電話。ヴィラン連合しがらきからだ。この前の返事を聞かせてやる。And that answer is. 爆豪どったなあれ。また喧嘩？上司は見てねえのか。トドロキも見てみ。よーイケメン台無し。どうしたのか。仮面講習がスパルタだったみてえだよ。体育会系だね。カッサカサうるせえんだよ。なあインターンどうだった？ドスケベエロこそ女ヒーローがいたかどうか。あれよ。もう先の話するんじゃねえ。Yeah, he's still feeling uneasy. Ikanaide. Moya moya ga tsunotte ita. Jugyou wa shuchuu wo kaita. All Might nara jogging yo. Shiranakatta? Kate home owatte kara naze ka kitae hajimeta no. Intai shita nara yukkuri sureba ii no ni ne. All Might.
Working out. 教えてくれ、オールマイト。オールマイト。ウドリア少年が来た。なぜ私がここにいると。全部知ってたんですか。ナイトアイがワン・フォー・オールを知っていて、遠方先輩が後継の候補だったって全部知ってたんですよね。なんで言ってくれなかったんですか。言う必要あったかな。あるでしょ。新事実ばっかりでなんかよくわかんないまま否定されて、何よりオールマイトの意図がわからなくて、秘密にする意図がわからないからモヤモヤする。なんで教えてくれないんですか。あなたは本当としてじゃなくて、後継者として全部知りたい。この話は君のためにならないと思った。後悔するなよ。はい。 This is gonna be some bad news。 ナイトアイはもともと私の大ファンでね。サイドキックは取らない主義だった私だが、Like, we can clearly see that he's a big fan. 共に活動していたのはこんなこと。ブレーンとして私の活動を支えてくれた。知ってます。だが、6年前私の怪我によってコンビは解消した。価値観の違いだった。無茶だ、オールマイト。もう引退すべきだ。みんなが私を探している。その体でヒーローを続けてもみんなが辛くなるだけだ。あなたの願う平和のためにも伝説のまま引退すべきだ。後継者ならうちでいくらでも探すといい。君は十分に頑張ったさ。明るく強く親しみのある人間、あなたのような人間を見つけ託そう。その人間が見つかるまでの象徴は。象徴論はわかる。敬服しているけれど、なあ、全然笑えてないじゃないか。これ以上ヒーロー活動を続けるなら私はサポートしない。できない、したくない。 So that's what happened between them。 見たのか。私のことは見なくてもいいって言ったはずだろう。あなたが引退しても次のナンバーワンは現れる。その少しの間にどれだけの人々が怯えなければならない。オールマイト。それに君の予知が外れたことはないだろう。前例が今までなかっただけだ。未来など私が変えてやる。私はあなたのためになりたくてここにいるんだ、オールマイト。私は世の中のためにここにいるべきじゃないんだ、ナイトアイ。オールマイト、このままいけばあなたはヴィランと対峙し、言い表せようもないほど凄惨な死を迎える。Wait, no way. Now the question is, if Night Eye made it up so he can like scare All Might, so he can rethink about doing the hero stuff, or if he meant it like for real, if he will die. Night Eye とはそのまま喧嘩別れした。Yeah. 根津校長は遠方少年を私に勧めたが、彼と出会う前に私は君と出会ってしまった。言いたくなかったんだ。君は私のファンだから。オールマイトが死んじゃう。突きつけられる。死。これまでにも予感はあった。死ぬ。No way, All Might's gonna die. 力の譲渡を決めたこと。No way. ナイトアイにも報告したんだ。けれど。そこでも対立し、彼との溝はますます深まる結果となった。無個性の中学生にワン・フォー・オールを譲渡しただと。志だけでは務まらない。ふさわしい人間なら他にいくらでもいるだろう。だが無個性の中学生だってふさわしい人間だ。馬鹿げていると一蹴し、彼は真にふさわしいと思う後継候補遠方少年を育成し始めたんだ。待って、オールマイト。ナイトアイの余地はいつの話なんですか。6、7年後だって。じゃあ今年か来年じゃないか。 No way. No, 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 no. なんで。やだよ、オールマイト、生きててよ。体育祭で覚えてますか、約束。君が来たってことを世の中に知らしめてほしい。
僕、果たせなかったんだ。約束、果たせるまで生きててよ。僕が来たっていうところ、生きて見ててよ、オールマイト。オールフォーワンと戦った時、ここがゴールなんだと思ったんだ。でも、君がいた。君が、小心者で無個性だった君が、私に答えてくれる日々が、その日々が私に生きろと囁いてくれた。そして君のお母さんに、生きて守り育てろとおっしゃっていただいた。いやさ、私は生きる。運命などこの腕で好きな形にねじ曲げてやるさ。私は死なないぞ。私は殺されないぞ。そういうけじめだ、オールフォーワン。ナイス。しかし、巡り巡ってたどり着いた結論、結局ナイトアイの言った通りになっている。まあ、ひょっとしたらもうねじ曲がった後なのかもしれないけどな。まだ命が変わったかなんてわからない。やだよ、オールマイト。絶対に僕、あなたに何があっても一緒にねじ曲げます。ナイス。手を煩わせないよう頑張るよ。あ、待てよ。ナイトアイにもう一回予知見てもらえばいい。仲直りして未来が変わった後なのかどうか見てもらいましょう。いや、都合が良すぎるだろうよ。なあ、That's true, that's true. 掛け合ってみます。待って少年、ナイトアイの気持ち考えてみて。Damn, that might actually work. Like, if the battle against All For One was supposed to be his last fight, and if the future changed. Damn. Okay. That was it, guys, for My Hero Academia Season 4, Episode number 4. Episode number 4 reaction. If you liked my reaction, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next episode. Mattane.